今言った中で特に優先順位が高いものをやってもらって進めてもらえると15キロ体重落ちてくるかなと思います。ダイエットに苦しむのはもう言いましょう。富永です。富永さん、私の同年代の知り合いで15キロ痩せたいっていう人がいるんですけど、なんてアドバイスしたらいいですか？まだ結構抽象的な質問ですね。ちょっと突っ込みたい部分は結構あるんですけど、まあ、和さんの知り合いから の質問ですので、できる限りですね詳しく解説していきたいと思います。今日最後にですね、いろいろ情報を出した後にアドバイスした方がいい優先順位をまとめてお伝えするので、お友達に伝えるときはですね、その優先順位が高い方から、優先順位に合わせて伝えてもらえればと思います。最初にですね、具体的な方法よりも確実に15キロ痩せる方法ですね、これについてちょっと考えていきたいと思います。40代50代に限らずなんですけど、確実に15キロ痩せる方法ってあると思いますか？確実と言われれば、って感じですけどね。そうですね、ってなりますよね。しかも15キロってなるとなかなか、大きいですね、確実に15キロ痩せるってのは厳しいかなって思いますね。やっぱり痩せれる人と痩せれない人っていうのが多分分かれてると思うんですよね。なのでまずこの15キロ痩せられる人の条件ですね、これってどんな人だと思います？どうなんだろう。めっちゃ簡単に考えていいです。例えばすごい痩せてる人とすごいこう体重が重い人とかだと、そうですね、すごいもう肥満って言われる人はもう15キロ簡単に痩せられるイメージはあります。そうですよね、体重的に15キロ痩せても、痩せすぎにならないような人っていうのは15キロ痩せることができますよね、なので基準としては15キロ痩せた後に BMI が18を下回らない、こういう人は18.5 が基準ではあるんですけど、18を下回らない人は15キロ痩せることができる可能性が高いかなっていうところです。15キロ痩せたら BMI が15とか14とかなる場合はそれはちょっと痩せすぎですので厳しいですよね。 BMI 多分大丈夫だと思うんですけど、体重キログラム割るの身長メートルの2乗、一応ちょっと復習で書きます。 BMI でいうのは体重ですね、キログラムの割るの身長メートルですねの2乗になります。この BMI が 18.5 以下ってのは痩せすぎっていう風に言われているので、もうちょっと分かりやすく18を下回らない人っていうことにしてます。これ具体的にじゃあどれぐらいの体重かっていうと、例えば身長150cm の人であれば56キロ、 155cm の人は59キロ、で 160cm の人は62キロ、で 165cm の人は64キロ、今がこれぐらいの体重であれば、15キロ痩せてギリギリかなっていうところです。BMI18 ってもうめちゃめちゃ痩せてるので、これ加減ですね。例えば今身長 150cm で70キロありますよとかだったら、痩せても大丈夫だよね。身長 150cm で今54キロなんですけど15キロ痩せたいんですは痩せすぎっていうところですね。こっから15キロ痩せたら BMI18 を下回ってくるっていう形になってきます。和さん、15キロ痩せれそうですか？ダメそうですか？7キロぐらいまで痩せたんですけど、その後なかなか、例えば今からだったら15キロ痩せたらダメなとこですか？今からだったらですか？今からそうですね、ちょっと痩せすぎになりますか？15キロ痩せたら、なのでまずは今自分の BMI を計算してみて、15キロ痩せた後に18、正直20で計算してもいいかもしれないです。20ぐらいで計算して痩せすぎの方に行かなければ OK って感じです。まずこれが一つの条件ですね。もう一つが余裕がある、これも結構大事になってくるかなって思います。この余裕ってなんかイメージつきますか？これは気持ちにとか心に余裕があるっていうことですか？気持ちとかあと生活状況とか、そういうのに余裕があるっていう感じですね。確かにそれは分かる気がします。あまりにもやっぱ余裕がない状態、毎日睡眠4時間だし、仕事して家事してみたいな余裕がないような状態の時にダイエットをするってやっぱ無理なんですよね。常にこうストレスがかかってる状態で、さらにダイエットっていうストレスをかけると、それがやっぱり食欲の増加につながったりして、食べ過ぎてしまったりとか、うまくダイエットが進まなかったりするわけですよね。これは時間的、気持ち的にですね、さっき言ったように、気持ち、あと体力、この辺に余裕がないとダイエットはきついかなっていうところです。でいつもお話してるんですけど、ダイエットってやっぱり余裕を作って、その余裕でやっていくっていうのがポイントになってくるんですよね。もちろん最初に結構頑張って厳しくして痩せたっていう人もいますけど、僕が見てる感じだとやっぱ余裕がない中でダイエットをやってしまうと体調崩してしまったりとか、一回痩せてもまたリバウンドしてしまうっていうことになるので、あまりにも余裕がない場合はまずは余裕を作ることが最初になるかなっていうところです。なので今から頑張って大きく痩せようとするときに、15キロって結構やっぱ大きな数値じゃないですか。で大きく頑張っていかないといけないときに、今の生活で余裕がないっていう状況であればちょっと厳しいかなっていうところですね。あともう一つが病気がないっていうところですね。病気の中にはやっぱり体重が減りにくい病気っていうのがあります。その病気があると頑張っても頑張っても体重が減らないっていうことになるんですね。ちなみになんかどんな病気が考えられますか？糖尿病とか。糖尿病、そういう精神疾患とか。そうですね、体重っていうと特によく出てくるんですけど、甲状腺機能低下症ですよね。やっぱうつ病の人もですね、人によっては体重が激減するんですけど、ダイエットしてる人でうつ病になった人はどっちかというと増えてしまう人の方が多いかなって思ってます。特にうつ病の時って気持ちも
も上がらないし、まあ、体もやっぱりもう代謝も下がってしまっている状態なので、頑張れないし頑張っても体重が落ちないっていう状況になるんですね。なので、まあ、こういう甲状腺機能低下症だったりうつ病とかがある場合っていうのは、これらの治療をすることが、まあ、一番のダイエットになるっていうところですね。そもそも15キロ痩せても痩せすぎにならない人、ダイエットをする余裕がある人、そして体重に関わる病気がないっていう人、こういう人が15キロ痩せられる人の条件かなっていうところですね。逆に言えば15キロ痩せたら BMI18 を下回る人だったりとか、余裕がない人、病気がある人っていうのは、この15キロ痩せるっていうところに当てはまらないっていうことを知っておいてもらえるといいかなと思います。これらを踏まえた上で、まあ、ここの条件は満たしてますよと。そしたら15キロってどれぐらいの期間で痩せられるのかっていうところですね。これを考えていきたいと思います。何ヶ月で15キロ痩せられるか、なんとなくのイメージでいいんですけど、15キロ何ヶ月ぐらいで痩せられそうですか？まあ、気持ち的にはすぐ痩せたいのもあるんですけども、ね、はいはい、健康的に痩せるってなるとやっぱりこう1年かけてとか、そうですね、じっくり、すごいいいとこつきましたね、はいはい、どうしてもね、パーソナルジムとかの影響でやっぱり2ヶ月3ヶ月で10キロ15キロっていうイメージがついてるかもしれないんですけど、やっぱその数値っていうのは、まあ、現実的ではないんですよね。ここでちょっとじゃあ現実的な数値を考えていきたいんですけど、体重の増減っていうのは何によって決まるか覚えてますか？カロリーの収支ですね、はい、そうですね、カロリーの収支ですよね、はい、摂取カロリーと消費カロリーのバランスによって決まります。摂取カロリーが消費カロリーを下回るとアンダーカロリーで体重が減っていくっていう形になります。でもう一つ、じゃあ追加でアンダーカロリーになった時に、何キロカロリーのアンダーカロリーになったら体重が1キロ落ちる、脂肪が1キロ落ちるっていうのは覚えてますか？覚えてないです。あ、OK です。大体ですね、あの体重1キロ、まあ、体脂肪1キロあたりで7200キロカロリーのマイナスが必要になります。例えば毎日毎日アンダーカロリーを積み重ねていって7200キロカロリーになると体脂肪が1キロ落ちる、まあ、逆に言うと毎日ちょこ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 お菓子食べて7200キロカロリーのプラスが積み上がると体脂肪が1キロ増えるっていう感じになるんですね。これを15キロで考えるとどれぐらいになるかっていうと、かける15なので10万8000キロカロリーになります。っていうことは15キロ痩せる場合は地道に積み重ねていって、この10万8000キロカロリーっていうのを作っていかないといけないんですね。じゃあアンダーカロリーを作っていくときに1日どれぐらいのアンダーカロリーだったら無難かっていうふうに考えると、もちろん人にはよるんですけど、だいたいですね300キロカロリーぐらいのマイナスにしていった方が無理ではないかなと思います。今あれですよね、1日何キロカロリー食べてるとかわからないですよね。そうですね、今は、はい、だいたいですね、成人女性が1800から2000キロカロリーそれぐらい食べてるんですけど、これを1000キロカロリーマイナスしなさいって言われたらどう思いますか？ちょっと食べなさすぎというか、うん、今の食事を半分にしてくださいってことなんですよ。結構厳しいじゃないですか。厳しいですね、はい、そうだからいきなりやりすぎるっていうのも良くなくて、だいたいやっぱり200から300キロカロリーずつぐらいが無理ないかなっていうところなんですよね、うん、1日に300キロカロリーのマイナスを作っていく、これがまあ無理ないところかなと思います。じゃあこれを何日間続けていったらこの10万8000キロカロリーになるかっていうと、だいたいですね365日になります。1年ですね、自分ぐらいをずっと続ければみたいな。そうですね、そんなイメージですね、大体ですね。もう一つですね、体重が落ちていくスピードっていうのをちょっと考えてほしいんですけど、無理のない体重減量のスピードっていうのがありますけど、これってどんな感じか覚えてますか？例えば体重の何パーセントずつぐらいだったら毎月落ちていっても問題ない、覚えてない？そうですね、何パーセントってなると分からないですよね、難しいですね。無理のない減量っていうのは現体重の1から3%っていうふうに言われています。だから例えば今が60キロだとしたら 0.6 から 1.8 キロですね。70キロだとしたら 0.7 から 2.1 キロ、これ1ヶ月ですね。80キロだとしたら同じように 0.8 から 2.4 キロ、90キロだとしたら 0.9 から 2.7 キロっていうことになりますよね。これぐらいのペースが、まあ、無理ないペースというふうに言われてます。じゃあ1日300キロカロリーのマイナスを作っていくと1ヶ月でどれぐらいの体重が落ちるかって考えると、1ヶ月でこれ9000キロカロリーじゃないですか、かける30なんで、でこれを体重に直すとどれぐらいかっていうと、だいたい 1.2 キロぐらいなんですよ。 1.2 キロってなるとどの体重においてもある程度こう範囲に入ってますよね。そこまでこう上限に近すぎないところで入ってるので、だいたいこれぐらいを目指してやっていった方がいいかなっていうのが私の考えです。で具体的にじゃあ15キロ落とすときは何をすればいいかっていうと、食事と運動によってこの300キロカロリーのマイナスを1年間作っていけばいいわけですね。カロリーを減らすような工夫をするか、消費カロリーを上げるような工夫をしていくっていうところになります。ただそれだけだとなかなかうまくいかないんですよ。でそのカロリーのバランス、食事とか運動を支えているのが睡眠だったりとか生活リズムとか、あとは栄養バランスとか、まあ、知識的なところが関わってくるので、この300キロカロリーを全て総合して落としていくためのダイエット方法を今からまとめてお伝えします。めちゃくちゃ多いですね、14選って。これを食事編と運動編とその他に分けて解説します。まず食事編です。ではまず1つ目、噛む回数を増やす。
一般的に健康にもいいと言われてる、しっかり噛めっていうところですよね。じゃあこの噛む回数を増やすっていうのは具体的に300キロカロリーのマイナスを作るのに何に影響してると思いますか？カロリーの摂取カロリーと消費カロリーにどう影響すると思います？満腹感とか。ああそうですよね。そうそう、咀嚼を増やすることによって満腹中枢が刺激されて、まあ、食べ過ぎを防ぐことにもつながりますよね。あとは噛む回数を増やすと消費カロリーってのも上がるんですよ。食事誘発性熱産生って言って食べることで消費されるカロリーですね。で実際ですね、研究で食べた後90分間の消費カロリーを測った研究があるんですけど、しっかり噛んだ群と全然噛んでない群だと消費カロリーがその90分で25倍以上違ったっていう結果が出てるんですね。だから噛む回数を増やすっていうのは、さっき小笠さんが言われたように満腹中枢を刺激して摂取カロリーを下げることにもつながるけど、消費カロリーを上げるっていうダブルの効果が期待できるんですね。ちなみに噛むことを意識してますか？今はやってないですね、はい、この噛むってなんか当たり前のことすぎて、うんそうですね、なかなか意識できない、しかも忙しくてっていうのもあるからですね。ただこの本当噛むっていうのはすごい基本的なことかつ効果がめちゃめちゃでかいダイエット方法なんですね。特に15キロ痩せれるぐらいこう体重に余裕がある人っていうのは、この噛む回数増やすだけでも全然変わってきます。具体的に言うと一口で20から30回食事時間を5分伸ばす、ね、ゆっくり食べるっていうことですね。そうやっぱこうちょっと肥満の方、カレーは飲み物だ、うん、飲み物だとか言う人もいますもんね。いやそうですね、もうめちゃくちゃ早いですもんね。そう、僕の友達とかもですね、結構こう体重が重い人とかとラーメン食べたりすると、うん、僕が半分も食べてないのにもう食べ終わりましたみたいな人とかすごい早いんですよね。そうですね、これやっぱり最初は意識しないと結構難しくて、無意識に結構早く食べ過ぎてしまってるので、やっぱり自分って早いわ、噛んでないわってなったら少し噛む工夫をするっていうこと。それでも噛むのが難しいなって思ったら、あえて食材の中に硬くて噛まないといけないものを入れていく、うん、それはやります。例えば何を入れる、はい、例えばカレーとか、はいはい、まあ、野菜炒めとかでもゴロゴロっと切ります、うんうん、はいはい、そうですね、はいはい、いいですね。ごぼうみたいなのも噛まないと、ね、食べれないものだったりとか、あとはご飯を玄米にしてみるとか、そういうのでもいいので、とにかくこの噛む回数を増やす。で特にさっき言った玄米とかっていうのは、白米から玄米にしたら過体重の人は痩せやすくなるっていうのがあるんですけど、多分噛む回数が増えたりすることも影響してるのかなって思います。もちろんその食物繊維が取れるとか、あと健康意識が変わるっていうところもあるんですけど、咀嚼回数が増えるっていうことが結構影響してるんじゃないかなって思います。とにかくまずは噛む回数を増やす、これ何もいらないし今日からすぐできるわけじゃないですか。なのでここをやってもらうっていうところですね。そして2つ目が今出ましたね、全粒穀物を食べるですね。全粒穀物って何かっていうと、精製されてない玄米だったりとか全粒パンだったりとかパスタだったりとか、そういうものになります。ちなみに大橋さんは全粒穀物食べます？そうですね、パンとかもそういうのを選ぶようにはしてます、はい、うちも今は玄米は三分好きとかなんですけど、もともと僕は完全玄米とか好きなんですよ、うん、例えば、おし麦入れたりとか、うん、そういうことをしてるんですけど、別に白米食べたから痩せれないとか、うん、食パン食べたから痩せれないとかではないんですけど、うん、さっきも言ったようにそのある程度こう体重を落とす余裕がある人っていうのは、全粒穀物を食べることによって噛む回数が増えたりとか、うん、健康的な意識が高まることによって他の食事っていうのが変わってくることにつながるんですね。全粒穀物って食物だったりとかビタミンとか白米とかに比べると栄養素も取れるんですけど、それよりもこの噛む回数を増やしたりとか健康意識が高まるっていうことがものすごく影響してくるかなって思ってます。全粒穀物を食べると結果的に咀嚼回数が増えるので、摂取カロリーは落ちるし消費カロリーは上がるっていうことにつながりますね。だから絶対食べないといけないってわけじゃないけど、嫌いでなかったら少しずつこの未精製のものを取っていくってことをやってもらえるといいかなと思います。そして3つ目、水を 1.5 リットル飲む。これもこの前話した気がするな、この水の話しましたよね。で小笠さんもだいたいなんか水 1.5 リットルぐらい飲んでるって話でしたよね。そうですね、仕事をしてる時は割と飲みますね、うんうん、この水を飲むっていうのは結構大事になってきます。まあ、1.5 リットルっていうのはもう目安でしかないんですけど、だいたい1リットルから 1.5 リットルぐらいは取ってほしいっていうところですね。なんでこの水を飲んだ方がいいかっていうと、水を飲まないとその喉の渇きっていうのを空腹感と勘違いしてしまって、こう食べ過ぎてる人が結構多いんですね。だから適量水を飲むことによって摂取カロリーを落とすことにつながります。特にですね、ダイエットとか健康を全く意識してない人って全然水飲んでない人が多いんですよ、うん、なので全く自分水飲んでないなっていう感覚があるのであれば、まずはやっぱ1リットル以上で 1.5 リットルぐらいを目指して飲んでもらえるといいかなとは思います。大幅に減量しないといけない人は水飲まない傾向に結構あります、僕の経験上はですね。甘いカフェラテばっかり飲んでますとか、そういう人は結構多いので、はい、高校生の娘が今まさにカフェラテとか飲んで、はい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 、太ったから痩せたいって言ってて。ああそうなんですね。でも全然水飲まないんですね。女の子はやっぱり飲まないですよね、うん、最近私が言うからちょっとずつ人に水を持っていかせるんですけど、はいはい、高校生とかのダイエットだったらそこ変えるだけで全然やっぱり違いますからね、うん、そこを変えることなく食事制限とかしたらダメっすよね、うんうん、そうなんです。ご飯食べなければ痩せるかなとか言ってるから、うん、はいはい、違うよって言ってます。これ本当基本的なとこなんですけど、やっぱりできてない人が多いので意識してくださいっていうところです。水っていうのは
その飲みすぎも良くないわけですよね。リットル以上飲みなさいとかあるんですけど、適量 1.5 リットル前後になる。水が適量かどうかっていうのは、喉の渇きとか尿の色とか尿の回数とかによって決めるといいかなと思います。だいたい1日尿の回数が5から7回が適切って言われてるんですね。で、8回以上が頻尿って言われてるので、水を2リットルから3リットル飲んでると、尿を1日10回ぐらいしてる、トイレ行ってるとかいうのであれば、水の飲みすぎな可能性はありますし、他にも水飲みすぎるとむくんできたりするので、それはちょっと適量に落としていった方がいいかなっていうところですね。では4つ目、これも今出てきましたね。ちょうど今出てきました ね、はい。もう15キロ以上痩せないといけないような時とか、まあそもそもダイエットをしようと思った時に、まず食事じゃなくてこの嗜好品の部分をカットしていきましょうっていうところです。15キロ以上痩せないといけないような状態にある人の多くは余計なものを食べてます。娘さんとかは多分そんなにこう15キロ痩せないといけないってわけじゃないんだけど、まあ、痩せたいっていう時にやっぱり余計な嗜好品が多い場合は、まずはこっちのカットですよね。食事っていうのはやっぱりこう元気に生きていくために必要なカロリーだったりとか栄養を取るために必要なんですけど、お菓子とかカロリーある飲み物っていらないわけじゃないですか。特に多いのはさっき言った飲み物ですね。甘いカフェラテとかっていうのは本当バカにならないので、それこそ例えばさっき言った1日300キロカロリーマイナスを作れば1年間で15キロ痩せることができますよって話したと思うんですけど、1日300キロカロリーお菓子とカロリーある飲み物を取ってたら逆に15キロ増えるわけですよね。だからここはかなり注意しないといけないです。当たり前なんですけど摂取カロリーが下がりますよね。これを言うと、いやいや間食絶対したらダメなんですかみたいな感じで言われるんですけど、そうじゃなくてやっぱ日常的に取ってるっていうのが問題なんですよね。だから友達とどっか行った時とかに食べるとか、食べたい時に食べるってのは全然 OK なんですよ。なんか喉が渇いたからその甘いカフェラテを飲むとかいう感覚になってしまうみたいな。そうですよね。あれはやっぱりおかしいですよね。なんでしょうね、飲まなくなったら喉渇いた時に甘いものを飲もうとかやっぱりならないですよね。こういう甘いものとか血糖値の変動を大きくしてしまうものを飲み続けてると、血糖値が不安定になってしまって、低血糖になった時に何か取らないといけないで甘いものを食べてしまって、また高血糖値の乱高下を招いてっていうのもあるので、一旦何かこうカロリーある飲み物毎日飲んでないからっていうところを考えてもらえるといいかなと思います。5つ目、肉類の制限。お肉の食べ過ぎ注意っていうところですね。これは何でか分かりますか？やっぱりカロリーが増えてしまうっていうことですね。そうですね、そうですね。カロリーをこう削っていこうってするときにですね、食事の中でどこが一番カロリー大きいかっていうと、肉の脂が一番多いんですよ。カロリー取りすぎてる人って、みんな食事の時にカロリー削ろうとした時にご飯削る人多いんですけど、ご飯って脂質少ないし削らなくていいところなんです。大体はお肉のカロリーが多すぎて、お肉食べ過ぎでカロリーオーバーになってる人が多いですね。カロリーをカットしようと思ってご飯を減らしていくと、やっぱ満足感がなくなってくるから、余計カロリーが高いおかずをたくさん食べ出してしまうんですよ。そうなってくると、あれなんか食事制限してるのに結果的にカロリー増えてるみたいな感じになるので、どっちかというとご飯はしっかりとってお肉を制限していく、まあ、特に脂が多い例えば豚バラ肉とかを毎日毎日食べてるんだったら、ちょっと違う肉に変えてみるとか、そういうところをやっぱりやっていった方がいいですね。なのでこれは、摂取カロリーの負荷につながります。おすすめしてるのは、1日3食肉系食べてるんだったら、まずは1食をタンパク質源として、まあ、大豆製品だったり魚に変える。僕がよくおすすめするのは、朝は大豆製品とか卵乳製品とかでタンパク質を取ります。お昼と夜でどっちかが肉からタンパク質取って、どっちかが魚から取る。結構難しいんですけど、それができると肉によるカロリーオーバーっていうのは結構防げてくるかなって思います。種類を考えるっていうのも一つだし、肉の頻度を減らしていく。肉がダメってわけじゃないんですけどね。特にタンパク質源っていうのはやっぱりいろいろなものから取っていった方が、いろいろな栄養素っていうのが補えるんですよね。肉だけじゃなくて大豆製品も取った方がいいし、乳製品も取った方がいいし、魚からも取った方がいいっていうところで、多くの人は肉ばっかり頼りすぎてるから、それを減らしていきましょうっていうところ。ついで言うと、脂質の種類の中でも飽和脂肪酸っていうですね、お肉とか動物性食品に入っている脂肪酸っていうのは太りやすい脂肪っていう風に言われてるんですね。肉を減らすことによって、その飽和脂肪酸っていうのを抑えることにもつながるので、肉はですねちょっと食べ過ぎてる人っていうのは抑えていった方がいいかなっていうところです。ちなみに最近はそんなに肉食べ過ぎなさそうですか？そうですね、ないですね。タンパク源があるような今だからあんまり牛肉とかもあんまり。結構大豆製品とか食べる？大豆は食べます。あ、いいですね、いいですね、はい。本当魚とかも結構取るの難しいんですけど、うん、缶詰とかでも別にいいですし、はい、ちょっと魚とか大豆製品とかを増やしていけるといいかなと思いますね。では次、6つ目、高炭水化物低脂質な食事ですね。まあこれ今言ったことと結構つながってくるんですけど、まあ、高炭水化物って言ったんですけど、別に甘いものいっぱい食べろってわけじゃなくて、ちゃんとご飯中心の食事にしましょうね、脂質が多くなりすぎないようにしましょうねっていうところですね。まあ当たり前なんですけど、脂質ってのはカロリーが高いので、この食事をすることによってカロリーを抑えることができます。摂取カロリーですね。あれ、尾形さんの旦那さんがもともと夜ご飯を食べてなかったんですか？そうですね。あ、そうですね、太るからって言って、はいはいはい、食べてなかったんですけど、はい、勉強して、はいはい、ご飯を食べ出したら体重落ちたんですよね。ですよね、はい、そうそうそう。だからさっきも言ったように、みんなこう食事を制限していくときにご飯を減らそうとするんですよね。けどそうなってくると、脂質が高いおかずが増えてくるので、結局カロリー
リー多くなるので、痩せたいんであればしっかりとご飯食べておかず少なめっていう風にした方が間違いなくいいんですよ。じゃあ具体的にどれぐらいにすればいいんだよってなった時は、一般的に勧められているような総摂取カロリーの 60% 炭水化物、ご飯とかあとは芋類とかにして、脂肪分をだいたい 20% ぐらいにするといいって言われてます。これ計算するのめんどくさいと思うんで、もしですね計算したい人はですね、アスケンとかのアプリ使ってやってもらって、脂質の割合をだいたい20から 25% ぐらいまで抑えるとかなり脂質を抑えることになるので、そこまで抑えてもらえればいいかなと思います。パーセンテージとか考えなくていいので、例えば肉類をまず制限することによって割とこれって達成できるんですけど、そこからちょっと調理法を工夫して揚げたら一番脂質は多くなりますし、あとは次焼きも多くなる。それと比べるとやっぱり蒸したりとか茹でたりとかすると脂質っていうのは抑えられるので、そういう調理法を工夫するっていうところをやってみたりとか、あとはそもそもまずベースとしてご飯をちゃんと食べる、毎食茶碗一杯のご飯はしっかり食べてればおかずもそんなに食べ過ぎずに終われますので、そういう風なところを意識するとか、さっきの肉類のところでも言いましたけど、高脂質なおかずをちょっと減らしてみるとか、まあ、そういう風な工夫をやるだけでもいいかなと思います。一般の人が脂質何パーセントかって計算しないですよね。しないですね。だからさっき言った調理法の工夫だったりとか、食べるものの工夫、あとおかずと主食のバランス、まあ、主食をメインに食べていくっていうところだったりとか、もう一つ多いのは調味料ですね。まあ、料理の時の油もそうなんですけど、ドレッシングとかをめっちゃかけるとか、マヨネーズめっちゃかけるとか、調味料で脂質を取りすぎてる人もいるので、調味料も脂質が少ないものとか、あと量を少なめにかけるとか、そういうのを意識できるといいかなと思いますね。この主食中心で低脂質な食事をすると満足感も得られてカロリーも抑えられることにつながるので、さっきのねご飯抜きでおかずばっかり取ると逆なんですよね。満足感低くてカロリーがめっちゃ多いみたいな食事になっちゃうので、炭水化物中心でやってもらえるといいかなと思います。そして7つ目、アルコールカットですね。おばさんアルコールあまり飲まないんですよ。そうですね、今はあんまり飲まないですね。皆さん飲みますよね。僕はめっちゃ飲みます、はい、僕は飲むんですけどけどやっぱ大幅な減量したい時ってのはアルコールできるだけカットした方がいいかなと思います。なんでかっていうと、まずアルコールをカットすることによって食欲がまず安定してくるんですよね。お酒飲むと脳がバグって食べ過ぎてしまったりとか、血糖値が不安定になって食べ過ぎてしまうので、まずアルコールを減らすことによって摂取カロリーが下がります。本当分かりやすくて、主人もそうだったんですけど、はいはいはい、アルコールちょっと飲まない時があったんです。なんか腰が痛くてちょっと、はい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 、薬も飲んでたし、はい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 、飲まない時があったけど、うん、もうご飯食べなくていいのみたいな、はいはいはい、あもうお腹いっぱいだからって言って、いう感じで、その満腹感というかですね。そうなんですよ。アルコールなんで食欲乱すか覚えてます？アルコールは、はい、まあ、さっき言ったその脳麻痺する脳のね、そうそうそう、脳の前頭葉っていう食欲を抑えるところを弱くしたりとか、うん、はいはい、あとは血糖値を下げたりしてしまうことにつながるので、うん、低血糖の食べ過ぎる。でしかもお酒をめっちゃ飲んだら二日酔いになったりとか、体がだるくなったりして活動量っていうのも下がってしまうんですよね。だから結果的に消費カロリーも下げてしまうっていうことにつながるんですよね。私のお客さんとかでも30キロ40キロとか大幅減量した人っていうのは、最初はアルコールなしにしてる人が多いです。最初ですね。最初はある程度落ち着いてきたら飲み始めるんですけど、やっぱりね飲むともういいかなってなっちゃうんですよね。そうですね。そうやっぱり長期的に頑張っていく時の最初とかにお酒を飲んでもういいかなってなったら、そこで諦めちゃう人が結構多いんですよ。だからできればお酒は最初はちょっとカットしていく、もしくは日常的に飲まずに外で飲む時だけ飲むようにするとかですね、そういうのはやっていった方がいいかなって思いますね。まあ僕の経験上もやっぱアルコールを飲むと何かをこう頑張ろうっていう気力がなくなってしまうんですよね。そう、まあいっかみたいな。そうそうそう。なのでできる限りやっぱアルコールは抑えていくっていうところがポイントになってくるかなと思います。じゃあ次8つ目、1日 200g の果物ですね。お母さん果物食べてるって言われてましたよね。果物は、はい、何かしらバナナとかですね、うんうんうん、まあ、今で言うならブドウとか、あ、はいはい、いいですね、その季節に合わせてですね、はい、果物は食べたい方です、はい、果物は太るって言われてるんですけど、うん、果物は積極的に食べた方がいいです、うん、なんでかっていうと、まず果物って水分がめっちゃ入ってて脂質入ってないからカロリーがすごい低いんですよ。カロリーが低いからそれを食事の一品とか間食とかにすると総摂取カロリーが抑えられやすくなるんですね。摂取カロリーを下げることにつながります。果物って太るイメージありますか？そうですね、なんか最初はねそんな感じイメージがあったけど、はいはい、イメージ分かれますよね、うん、なんかすごい健康的なイメージ持ってる人もいれば、はい、朝食べれば痩せそうな、あーなんかまあそれはありますね。そういう理論があるので、うん、それもあるんですけど、今って日本人ってまず果物が足りてない現状にあるんですよ。でしかもイメージしてもらったら分かると思うんですけど、大幅減量が必要な人ってそんなに日常的に果物を食べてそうな人いなくないですか？いないですね。いないでしょ、うんうん、そうなんですよ、はいはい、果物毎日食べてて体重が100何キロみたいな人って多分少ないと思うんですよね、うん、僕の経験上も果物をしっかり食べてる人の方がスリムだし、うん、で果物をしっかりとこう取り入れ出すことによって体重ってかなり落ちやすくなります。さっきも言いましたけど、果物ってのは脂質がほとんど入ってなく
って水分が豊富なので満足感も得やすいんですね。加糖が中性脂肪に変わりやすいとかなんか理論あるんですけど、それは基本的にはもう考えなくていいかなっていうところです。1日 200g ってどれぐらいなんだよっていう話なんですけど、みかんとかバナナとかキウイとかだったら1日2つで、リンゴとかグレープフルーツとかだったら1個。バナナを食べることが多いですか？バナナとか夜ご飯の後にちょっと例えばスイーツを食べたいとかなった時に果物を代わりにして、今日はリンゴがデザートだよって言って、はい、家族と一緒に食べることが多い、はい、あめちゃくちゃいいですね、はい、だからこれをこれに置き換えるってことですね。そしたら、はい、すごくいいやり方ですね、はい、ちなみに僕は結構グレープフルーツが好きなんですよ、昔から。ただ今あの薬飲んでるからグレープフルーツはちょっと今そう取ってないんですけど、最近であれば冷凍のブルーベリーだったりとか、みかん食べたりとか、みかんは、はい、私もみかんは常にあります、はい、あとキウイとかですね、はい、その辺を取ってるんですけど、全く果物を取ってないっていう人は間食のこう代わりに果物を食べるとか、食事の一品として果物を取っていくと、まあ、総摂取カロリーを抑えることにつながりますので、ぜひ果物を取ってくださいっていうところですね。もちろんあの糖尿病とか血糖値の問題があったら、それはもうドクターに確認しながらどれぐらい取っていいかっていうのはしないといけないんですけど、まあ、そういうのがないのであれば積極的に取るように言ってもらえるといいかなと思います。最後9つ目、最後がこの適度なカロリー制限っていうところです。正直この1から8までやってもらうだけでも多分自然とカロリー落ちるので意識しなくてもいいんですけど、やっても落ちなかった場合はちょっと計算してもらってカロリー制限をしてもらってもいいかなっていうところ。カロリーを落とすことによって摂取カロリーが下がりますよね。適度なカロリー制限ってどれぐらいかっていうと、計算式があるんでちょっと伝えはするんですけど、40代50代の女性であれば体重かけるの22、これで基礎代謝が出るんですよ。だいたいあの身体活動レベルっていうのをかけるんですけど、これの 1.2 から 1.5 ぐらいすると適度なカロリー制限になります。例えば体重60キロであれば約ですけど1600から1800キロカロリーになります。まあ一応こういう計算で出してもいいんですけど、めんどくさいので、僕だったら今の食事量で体重が変わらないんだったら全体の 10% ぐらいをちょっと減らしていくぐらいのイメージで、ちょっと減らして1ヶ月2ヶ月見て体重が減ってくるかっていうのをやっていきます。さっきも言いましたけど、いきなり食事をガバって減らしたりすると、減らしすぎで反動で食べ過ぎたりとか体がびっくりして代謝が落ちたりしてしまうんですね。だから落とすのであればイメージですね、カロリーの 10% 前後、もしくは言っても 20% ぐらいまでにした方がいいかなと思います。食事編以上になります。9つですね。この9つ意識してもらえればと思います。次は運動編でいきます。運動その他でいきましょうか。もうまとめて、はい、まず1つ目、ニートを上げる。おばさんニート覚えてますか？ニート、はい、ニートって何でしたっけ？代謝？違う、代謝です、代謝です。代謝ですね、はい、ニートっていうのは代謝の中でも活動代謝っていうのがあるんですけど、活動代謝っていうのは身体活動ですね、体を動かすことによって消費されるカロリーなんですけど、その中でもジムに行ってやる筋トレとか有酸素運動ではなくて日常的に消費されるカロリーですね。歩いたりとか移動とか掃除とかですね、そういうので消費されるカロリーなんですけど、これを上げていくことがめちゃめちゃ重要になります。まず消費カロリーを上げるっていうのは分かるじゃないですか、はい、うん、消費カロリーっていうのはさっきも言ったように基礎代謝と活動代謝とあと食事誘発性の酸性、あの噛む時のやつですね、で分かれてるんですけど、活動代謝っていうのは全消費カロリーの中 30% ぐらいの割合を占めてるんです。 30% の中の 25% がこのニートによって消費されてるっていう風に言われてるんですね。残りの 5% が有酸素運動とか筋トレっていう風に言われてます。活動代謝の中でもこのニートってめちゃくちゃ影響が大きいんです。実際ニートが高い人と少ない人だと1日で消費カロリーが300キロカロリー違うっていう風に言われてるんですね。1年間で15キロ痩せるために1日300キロカロリーのマイナスを作ればいいっていう話だったじゃないですか。今ニートがめちゃめちゃ低い人がニートを300キロカロリー上げるだけで食事変えなくてもそれだけ痩せる可能性があるんです。それぐらい影響が大きいのがニートなんですね。じゃあニートを上げるためにやってほしいことって何かっていうと、まあ、まず指標として分かりやすいのは1日8000歩以上ですね。これをやることと、あと座る時間を減らす、あとは休日に動く、まあ、この辺をやっていけるといいかなって思いますね。もう例えばですけど、仕事はデスクワーク、家帰ってもゴロゴロしている、ずっと座っている、休みの日も全然動かないってなると、ニートが低すぎて消費カロリーがものすごく少なくなってるんですね。なんかジムとか行ったら消費カロリー上がってると思うかもしれないですけど、ジムに行くよりもちゃんとニートを上げる方がめちゃくちゃ大事なんですよ。ターンとしてですね、ダイエットのためにジムにめっちゃ行ってますけど疲れて家では全然動いてませんみたいな人いるんですよ。でそういう人って実はなんかカロリー消費してるようで消費カロリーが少なくなってしまってるパターンってあるので、それよりもこう日常的な活動量を上げていくっていうことが重要になって、最近8000歩とか歩いてます？最近歩けてなくて、はい、暑いっていうのもあったし、あそうです、ね、はい、ちょっと今涼しくなってるので、うんうんうん、仕事であんまり動かないので、はい、2000歩か3000歩しか行かないので、あそれは少ないですね。
そうなんだから、はい、子供と散歩で、はいはい、まあ、5000歩はちょっと行きたいと思うけど8000歩ですもんね、はい、じゃあまだ今から伸びしろありますね。そうですね、それだけ少ないってことはですね、うん、なのでまあ今 2,3 千歩の人はさっき言われた5000歩ぐらいですね、5000歩を目指して、5000歩ぐらい歩いてると8000歩を目指して、まあ8000から1万歩ぐらい行けると一番いいと思いますので、うん、ぜひそこをやってもらえるといいかなと思います。熊本ではね少ないかもしれないですけど、電車で通勤してる人とかはもう電車乗ってる時は立つ、それだけでも全然違ってくるので、その辺を意識してもらえていいかなと思います。そして2つ目、週60分から150分の有酸素運動。この有酸素は何かっていうと、まあ、ちょっと息が切れたりとか汗かくような運動ですね。ほとんど最近できてないですか？できてないですね、うん、まあなかなか難しいですよね。ステッパーがそこにあるんですけど、はいはいはい、やってないそこにあるんですけど、はいはいはい、なんか置いてある結構見えるところにあるんですか？そうですね、置いてあるけど、はい、出したり引こないそう、ステッパーやりましょう何でもいいので、まずはニートを上げるなんですけど、その次はできれば有酸素運動をやってください。結果的に消費カロリーが上がることにつながります。当たり前に有酸素運動をすることで運動による消費カロリーも上がるんですけど、体力がつくことによってニート、日常的な活動量が上がるっていうところが一番大きいんですね。当たり前なんですけど、体力がない人って家でゴロゴロしてるし、体力があればゴロゴロする時間って少なくなるじゃないですか。なので体力をつけるために余裕がある人は、だいたい60分から150分有酸素運動、まあ、早歩きでもいいし、ジョギングでもいいし、エアロバイクでもいいし、何でもいいので有酸素運動をやっていくっていうところですね。しかも有酸素運動、こう心拍数が上がるような運動をすると、体脂肪の燃焼に関わる交感神経が刺激されて、こう強化されることが分かってます。そういう意味でも体力をつける、自律神経を強くするっていう意味でも有酸素運動をやっていくってことが大事になるかなと思います。なので大橋さんもまずはステッパーからそうですね、特にやっぱり女性は有酸素運動をして汗をかくと化粧がまず落ちるっていうところだったりとか、そうですね、うん、あと外に出てやっぱり太陽の光を浴びて、やっぱ日焼けっていうところを気にするので、家の中でできる、あんまり汗をかきすぎないような運動だったりとか、お風呂入る前にちょろってできるようなステッパーとかはすごくおすすめなので。そうですね、あとはやる気ですね。そう、あとはやるだけですね。更年期のせいにするんですね。更年期にも体力つけるのめちゃくちゃ運動って重要になってくるのでやってください。本当は更年期に入る前、30代とかで体力つけとくのが一番いいのはいいんですけどね。やっぱりその更年期の症状を軽くすること、体力をつけると自律神経とホルモンのバランスも整いやすくなるので、ぜひ今よりも元気になるし、今よりもスリムにならないといけないか分からんけど、うん、スリムになるので、ぜひやってください。今日からやります。今日からですね、はいはい、じゃあ次の撮影の時聞きますよ絶対そして3つ目、余裕があれば週2から3回の筋トレ。筋トレはしてるんでしたっけ？してないですね。してないですよね。ステッパーすらのそうで、あ、そうか、そうですよね筋トレってなるとやっぱハードルが高い、はい、ちょっと高いですよね、はいはい、筋トレはですね、まあ、何に影響してるかっていうと、結局有酸素運動と一緒なんですね。筋トレをすることによって筋肉がつくと日常的な活動量ってのが上がってきます。階段登るとかにしても、筋力がない人ってもきついから階段登らないじゃないですか。なので普段からちょっと筋トレをしとって、ちょっと刺激を加えると、まあ、そんなジム行ってからやるとかしなくていいんですよ。階段は登ります。あ、いいじゃないですか。もうエレベーターじゃなくて階段。素晴らしい。特に加齢によって筋力ってどんどん落ちていくので、それをやっぱり予防する目的でも、やっぱり筋トレを週 2,3 回ぐらいやるのはいいかなと思います。 2,3 回だと続かなかったりするので、もうほぼ毎日スクワットを10回から20回ぐらい、それぐらいだったらできるじゃないですか。週 2,3 回って決めるとやらないんですよ、うん、毎日歯磨きの前後でスクワット10回やるとかでもいいので、とにかく筋肉をこう刺激するような運動っていうのを入れていくっていうところですね。あとはスクワットだけじゃなくて、つま先立ちとか料理しながらこれできるじゃないですか。あ、スリッパ、はいはいはい、スリッパがその足つぼ強化のやつを今履いてるので、ちょっと痛いからとか言ってこうすごいやってます、はいはいはい、あ、それもいいですね、はい、だから本当なんかこう続けられるもの、分かりやすいもの、スクワット、つま先立ち、あとプランク、そういうのをやるといいと思います。別に回数を決めて筋肉をつけないといけないってわけじゃなくて、ね、普段からある程度こう使っておいて日常的に疲れにくくするっていうのがポイントになってくるので、まあ、そこを意識してもらっていいかなと思います。この 2,3 番は本当1番のためにっていうイメージでやってもらうのがいいですね。4つ目、次は運動じゃなくてその他ですね。7時間睡眠。もうこれは耳にタコができるぐらい僕は毎回言ってるので、ちゃんと寝れば食欲に関するホルモンが正常になるので摂取カロリーは下がるし、疲れにくくなるから日常的な活動量も上がるので消費カロリーも高くなります。なのでちゃんと寝ましょうっていうところです。7時間っていうのは目安なんですけど、寝起きが良くて日中に過剰な眠気が出なければ全然6時間とかでもいいんですけど、明らかに4時間しか寝てない、しかも日中なんか眠気やって疲れて食べてしまうし動かないっていうような人は、まずはプラスで1時間睡眠をとっていく、で7時間ぐらいを目指していくといいと思いますので、全然睡眠取るか取らないかで変わってきます。そうなってくると食べたくもなるし、普通に家にいる時もちょっと時間あったら横になろうみたいな感じで活動量下がるじゃないですか。だからこの睡眠っていうのはめちゃくちゃ重要になってくるので、睡眠をしっかり取りましょうっていうところですね。そして最後5つ目、生活リズムの一定化。寝る時間と起きる時間をある程度一定にしましょうねっていうところです。大体一定ですよね。そうですね、うん、そうですよね、20キロとか30キロとか痩せないといけない
けない人って生活リズムがバラバラな人って多いんですよね。もちろんその仕事の関係上一定にできないっていう人もいると思うんで、それは仕方ないんですけど、もう生活リズムを一定にしていくことによって何が起こるかっていうと、自律神経のバランスが整いやすくなって、結果的に食欲が落ち着いたりとか摂取カロリーが上がったりすることにつながります。体内時計っていうのが体の中にあるんですけど、このリズムを一定にすることによって整いやすくなるんですね。体内時計っていうのは体内時計を介してこの自律神経のバランスっていうのに影響しています。なのである程度朝は一定で起きて夜も一定の時間に眠るっていうこのリズムを作ることによって体の中で自律神経のバランスが整うので、結果的に食欲が落ち着いて代謝が上がる、消費カロリーが上がるっていうところにつながります。特に注意してほしいのはやっぱりこの休日ですね。休日に遅くまで寝て遅く起きて生活を始めてしまうと、一日ダラダラ過ごしてしまったりとか食べ過ぎてしまったりとか活動量が下がったりしてしまうんですね。週2日ぐらいいいじゃないかって思うかもしれないんですけど、この週2日の影響って結構でかいんですよ。なので休日も含めてこの生活リズムをある程度やっぱり一定にしていくっていうか重要になってくるかなと思います。疲れてるから一日ぐらいこうゆっくり寝たいっていうのはありますけど、まあちょっと子供がいたりするとですね、どうしてもまあリズムは一定になるんですけど、願望的にはあまりにも休みの日に寝たいってなる人は平日頑張りすぎてるパターンもあるし、それかもしれない。そうです、休日に休みたいっていう場合はとにかく朝一回いつも通り起きてちょっと活動して昼寝とかで軽く補うとかの方がいいですね。確かにもう朝からずっともう寝てて昼頃起きてとかやったらご飯もなんかダラ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 、あ夜が来たみたいな感じになりますよね。そうなんですよ。だから一回起きてちょっと休憩するぐらいにした方がいいって感じですね。まあ昼寝も短時間です。短時間ですね。やっぱり短時間にして、やった方がいいので、運動その他ではこの5つを意識してもらえていいかなと思います。今までのやつを全部まとめると、14個あるんですけど、多分ここにバババって今から出てくるんですけど、噛む回数を増やす、全粒穀物を食べる、水を 1.5 リットル飲む、お菓子カロリーのある飲み物をカットする、肉類を制限する、で高炭水化物低脂質の食事を意識する、でアルコールカット、1日 200g の果物カロリー制限で、ニートを上げる、週に60分から150分の有酸素運動をする、で週に2から3回の筋トレをする、で7時間睡眠を意識する、で生活リズムの一定化というところですね。まあ、14個上げて小笠さんのお友達に伝えるときにですね、特に優先してほしいものがあります。噛む回数を増やすっていうことと、お菓子とカロリーある飲み物のカット、肉類の制限で、炭水化物中心で低脂質の食事、アルコールのカット、ニートを増やす、7時間睡眠と生活リズムの一定化、これを優先してやってもらえていいかなと思います。この8つを優先しちゃうと結果的に残りのものっていうのも増えてくるようになります。まあ、できるものからでもいいので、今言った中で特に優先順位が高いものをやってもらって進めてもらえると15キロ体重落ちてくるかなと思います。もう一つポイントは1年間でっていう感じ、長く見ていった方がいいです。15キロってなるともう1年から2年ぐらい見ていった方が間違いはないので、短期で落とそうってなるとがっつりした食事制限になるんですけど、ちゃんと1年から2年って考えると、まあ、今日言った当たり前のことを地道にやっていくっていうことですね。まあ、これが重要になってくるので、ぜひアドバイスしてもらえればかなと思います。まあ、どうでしたか、この15キロ以上痩せるってなるとやっぱり特別なことをやらないといけないって思いがちではあるんですけど、超当たり前のことばっかりですよね。そうですね、日常的にやってることですはありますね。そう、やっぱり15キロ以上こう痩せないといけない状態っていうのは一般的な状態から逸脱してしまっているので、まあ、それを一般的な状態に戻すだけでも体重は落ちてくるわけですよね。なので大きく痩せないといけないイコールめっちゃ激しいダイエットしないといけないって考えがちなんですけど、そうじゃなくて大きく痩せないといけない状態にあるからこそ普通の生活に戻すっていうことがポイントになってきます。どうですか、今日なんか伝えられそうなものありましたか。そうですね、まあ、14個全部を、ね、伝えるっていうのはちょっと無理って言われそうなんですけども、さっき言った優先順位とこですね、それを立ってみるようにこうちょっと伝えてみます。そうですね、はい、せっかくの機会なので、まあ、お伝えして、またぜひですね経過が分かったときは教えてもらえればと思います。前小笠さんが登録してくれた無料の公式 LINE の方もですね、今でも、1時間の、まあ、プレミアム動画ダイエットに関する動画だったりとか豪華特典12大特典が受け取ることができますので、まあ、お友達の方にもですねぜひ紹介してもらって、まあ、無料ですので受け取ってもらえればいいかなというふうに思います。視聴者の方もですねまだ受け取られてないのであれば、ぜひこの機会にですね無料ですので LINE 登録していただいて特典の方を受け取ってもらえればと思います。はい、では今回の内容は以上になります。今回の内容が役に立ったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた。